皆さんこんにちはマダマホーですえこの30日間毎日ライブによって、えー、どういったテーマが私が一番興味があるか自分の情熱探しをやっています。今日は14日目となります。え今日のお話はこの超多忙な私たち今の現代人は本当に多忙なんですね。でそうういいった中ででどのようにしていつまでも若さとと健康と 美しさを維持できるか。私がやっている5つの方法を簡単にご説明したいと思います。この中の方法ではすでに、えー、深くご説明したものもありますので、えー、全体として聞いてください。で、最初にお断りをしますが、今日のお話はあくまでも私の個人的なやっている体系団ということで、えー、結果には個人差がありますし、えー、皆さんそれぞれご自身で考えた方法を やってくださいね。では、私の5つの方法。まず1つ目。1つ目は、自分のテーマカラーを決めるということですね。で、私の場合は、えー、もうこれは本当に随分前なんですけれども、20代の時に、えー、友達がカラーコーディネーターというのをやっていたので、彼女が私の色の分析をしてくれました。で、その中で私に合うのは、えー、黒と白。 そして明るい綺麗な色。それは私の肌の色がピンクがベースだからということなんですね。そういった意味で私に合うのはこの黒と白。そして自分の差し色として赤。 これは私のビタミンカラーなんですね。やはり超多忙で、だいたい疲れていますから、この赤を着ることによって、自分のエネルギーを上げるということです。だから本当に今日のこれが私のテーマなんですけど、大体、大体インナーは黒を着ています。まあ、冬、夏だったら白を着ることもあるんですけれども、そしてこのように赤。 というものがテーマです。だからもう白、あとこういう、えー、あ、ここか、ボタン、ボタンとかね、白がありますよね。だから白、黒、赤っていうのが大体私のテーマカラーで、それを決めておくと朝忙しい時、またどんな時でも色のコーディネートがしやすい。次、2番目、えー、メイクなんですけれども、まあ、これも基本は、えー、黒と、えー、茶色をベースにしています。 で、私の場合は、これは実際旅行の時に持っていくポーチなんですけれど、こういう感じで2つのポーチを用意しています。こちらは黒いものをベースにした時、こちらはブラウン系のお洋服とかを着た時、ですから例えばアイラインとかでもこちらだったら黒、こちらはブラウンのアイライン。アイシャドウもこちらだったらピンクとかブルーとか、そういう私の好きな色。で、こちらだとアイシャドウはもうブラウン。 ゴールドなどですね。で、リップカラーはこちらは赤、ピンク、ホットピンク、フクシア。で、こちらになるとオレンジ、コーラル、ベージュ、えー、ピンクベージュ、そういったものになります。ですが、こうやって2つセットで持っていると、朝、お洋服に合わせてすぐにそれにコーディネートできたメイクができます。それから次、3番目。やっぱり朝忙しいですよね。で、私の場合も、えー 普段とかビジネスシーンでもやはりパンツがスタイルが多いんですね。でその時に私はこれをやっています。もう同じ膝下ストッキング。同じメーカーの同じ色ですね。同じメーカーの同じ色。こればっかり持っています。もう日本に帰るとこればっかり買ってきます。あの5足10足っていう単位で。そうすると何がいいかっていうと、これを全部洗濯ネットに入れて洗う。 そして、もう朝、そこからどれでも二足取れば色が合っているということですね。これも忙しい時には非常にダメになります。そしてちなみに、私のおすすめは、やはりこの日本製の厚着厚着のこのスリムラインっていうのは、すごく品質がいいと思います。あの、世界にはいろいろな高級ストッキングメーカーありますけれども、あの、ヨーロッパのね、 だけど、これが絶対、コストパフォーマンス、一番いいです。えー、そして、あと、今度、二つなんですけれども、これは、ま内側からっていう面もありますね。まず、四番目、これはとっても大事なんですが、スキンケア。これも皆さんは、ご自身で好きなものを選んでくださればいいんですが、今日は、超多忙の私が、いつも、え、美しさと健康と、 それから幸せをキープしているかっていうことで私はもう化粧品、スキンケアっていうのはこれですね。もう非常にシンプルなこの3つだけです。もう朝顔を洗ったら美容液をつけて、美容液をつけて日焼け止めのデイクリーム。で夜はお化粧を落としたら顔を洗って美容液をつけて、でこのナイトクリーム。もうこれだけなんですね。もうこれでもう目も 口元もネックも全部もうこれだけで OK です。ですから旅行に行くときももうこれだけをジップロックに入れてあの手荷物検査とかも通ってしまいます。やはりシンプル is best ですね。 それから最後の5番目、まあ、その健康でいる、幸せでいる。幸せっていうのはある意味健康だから、えー、こう幸せだじ,ゃじゃないかと思うんですね。やっぱり具合が悪いと、えー、気分も悪くなるし、あのイライラしたりしますので,で、そういったために私はやはりサプリメントをとっていますで。このサプリメントも皆さんはそれぞれご自身の好きなサプリをとってほしいんですが、一つ考えてほしいことがあります。私もこれね、 あの、つい最近まで気がつかなかったんですが、ずっと皆さん同じサプリメント、お気に入りのものを取っていると思いますけれども、それにもかかわらず、毎年冬になると風邪をひく、毎年家族がインフルエンザをかかっているということは、もしかするとそのサプリメントがお金が払っているほどの効果がないのかもしれません。かもかも。なぜかっていうと、私は昔、 あの30代とか40代とか、もうこうやって思いっきりてんこ盛りでいろんなメーカーのサプリメント朝昼晩ガバッガバッガバッと取ってました。それでも毎年インフルエンザひどい期間支援かかってもう強烈なあの抗生物質の薬を飲んで体休めませんからそれで無理して仕事をしていたんですね。 で、私の母もこれだけ思いっきりサプリメントを飲ませていても、やっぱり病気にかかって死んじゃったんですね。別にサプリ飲むから死なないとかっていうことを言ってませんけど、そういうことがあります。そして私の場合は、まあ6年ほど前に仕事がきっかけで肝細胞技術を使ったアメリカ最先端のこのスキンケアとサプリメントに出会いました。ですからそれ以降、 本当に風邪とかインフルエンザにかからないんですね。だからこれを皆さん考えてください。皆さんいろいろお好きなサプリメントを使っていると思いますけれども、それでも毎年、風邪やインフルエンザにかかるっていうことは、ちょっとそのサプリメントの効能、もしくは製造過程での技術、最先端技術じゃないのかもしれません。 あとこういうスキンケアに関しても値段は関係ないんですが、どれでも好きなものを使ってくださっていいんですが、例えば5年前のあなたの写真と今のあなたの顔を比較して、お肌が綺麗になっているか、キメが細かくなっているか、吹き出物がなくなったか、そういうことを比較することによって、今あなたが使っている、自分に合っていると思っているスキンケアが果たして本当に 最先端技術のいいものなのか、ただ単にぼったくられているのか、わ、えー、かると思います。じゃあ以上です。もし私が使っているスキンケアやサプリメントなどご興味のある方は個人的にメッセージを送ってください。もちろん結果には個人差がありますし、それぞれお好きなものを使うといいと思います。以上です。えー、今日はこのように超多忙な私が美容と健康、 それを維持するためにどういったことをやっているかという5つのステップについてご説明しました。じゃあまた明日失礼します。